卒園式、名前を呼ばれたらはーいって大きな声で返事するんだね。あれ誰もいない。おはよう、くもり、起きて起きて。おはよう。ノイズ、水遊びはもうおしまい。なんでだよ。だって今日は卒園式だよ。もうすぐバスがお迎えに来るけど準備はできてる？できてないよ。大変だ、急いで準備しなきゃ。よいしょよいしょ。くもり、卒園式にバナナはいらないよ。何をすればいいんだろう。サンさんも分かってないの？どうしよう。みんなコメントで教えて。あ、リカちゃん、なになに？ミキちゃんとマキちゃんも今日卒園式？僕たちにどうすればいいのか教えてくれるの？やった、早く教えやがれ。うんうん、なるほど。クモリン、ノイズ、卒園式でお腹が空かないように朝ごはんをちゃんと食べよう。何をすればいいのかな。みんなも一緒に考えて。1番、お腹いっぱいだ、おやすみなさい。2番、待て待て、洗濯機に入って遊ぼうぜ。あ、やめて。3番、ごちそうさまをして卒園式の服に着替える。さあ正解はどれかな。みんなはわかる？わかったらコメントで教えて。そうか、正解はごちそうさまを言ってお着替えだね。くもりん、寝たらバスに乗り遅れちゃうよ。ノイズ、洗濯機で遊んじゃダメ。みんなは正解できたかな。じゃあ朝ごはんが終わったらごちそうさまでした。次はお着替え。できたよ。みんな、お迎えに来たわよ。用意はできてる？あ、お迎えのバスが来たよ。さあ次はどうしたらいいのかな。1番、トイレトイレ、落ち着くな。2番、おい俺様が先だ、出てきやがれ。3番、靴を履いて外へ出る。どれが正しいのかな。わかった、靴を履いて外へ出るだね。くもりん、トイレはバスが来る前に行っておかないと。ノイズ、順番は守らなきゃダメ。さあ行こう。おはようございます。みなさん、おはようございます。今日は幼稚園最後の日、素敵な卒園式にしましょうね。はい、ドキドキするな。じゃあバスに乗って幼稚園に向かいましょう。はい。あれ、バスの中ではどうしたらいいんだっけ。キャー、風が気持ちいい。幼稚園に着くまでかくれんぼだ。俺様はここに隠れるぜ。椅子に座って楽しくおしゃべり。さあどれかしら、わかったらコメントで教えてね。わかった、椅子に座って楽しくおしゃべりだね。くもりん、窓から顔を出しちゃ絶対にダメだよ。ノイズ、バスの屋根に登るなんて危ないってば。絶対にしちゃダメ。バスの中ではお行儀よく。さあ幼稚園に着いたわよ。わーい。毎日通った僕たちの幼稚園、ブランコに乗ったり長い滑り台を滑ったり、お友達とたくさん遊んで楽しかったな。塗り絵をしたり ABC を習ったり、お泊まり会もあったっけ。たくさんの思い出ができたな。でも今日でお別れ。みんな揃ったわね。それじゃあ卒園式を始めます。はーい。寂しいな。あれ、そういえば卒園式って何をすればいいんだっけ。はーい、エレベーターで遊ぼうっと。上へ参ります。俺様が先だ、降りてこい。きちんと座って、先生のお話を聞いたり歌を歌ったりしましょうね。正解はどれかな。みんなはわかる？わかったらコメントで教えてね。わかった、先生のお話を聞いたり歌を歌ったりするんだよね。ノイズ、くもりん、今日は遊ぶ日じゃないんだよ。さあちゃんと並んで。では皆さん、最初に歌を歌いましょう。楽しい毎日さよなら、こんなに大きくなりました。4月になったら1年生。皆さん、卒園おめでとうございます。先生もみんなのおかげで楽しい時間を過ごすことができました。元気な1年生になってくださいね。さようなら。さようなら。これで卒園式も終わりか。この後はどうしたらいいのかな。1番、やだやだ、もっと幼稚園に行きたいよ。2番、おい泣いてねえでさっさと来い、遊ぼうぜ。3番、先生にきちんと
礼を言う。正解はどれかな。みんなはもうわかったよね。コメントで教えて。その通り、正解は3番、先生にきちんとお礼を言うだよ。ノイズ、遊ぶのは後。クモリン、寂しいのは僕も同じだよ。だけど先生にお礼を言わなくちゃ。さあ行こう。うん、そうだね。そのくらいわかってら。先生、今日までお世話になりました。優しかった先生のこと絶対に忘れません。ほら、クモリンも挨拶して。お父さん、お母さん、仲良くしてくれたお友達ありがとうございました。みんな立派なお兄さんお姉さんになったわね。こちらこそありがとう。これで卒園式の日の過ごし方は分かったかしら。うん、分かったよ。俺様はバッチリだぜ。これを見ているみんなも分かったかな。分かったらグッドボタンを押してちょうだいね。たくさんのお返事ありがとう。卒園式の日にはお世話になった先生やお友達、お父さんやお母さんにたくさんのありがとうを伝えましょうね。それじゃあお家に帰りましょうか。あら、あらあら、疲れて寝ちゃったのね。みんな起きて、お家に帰るまでが卒園式よ。はーい、眠いよ。さあみんな、お家に着いたわよ。むにゃむにゃ。起きてよクモリン、朝ごはんだよ。ノイズ、いただきます。さあ幼稚園へ行こう。あれ、お迎えのバスが来てないよ。遅刻しちゃうよ。さては先生、寝坊しやがったな。みんな何やってるの。あなたたち昨日卒園したでしょ。あ、そうだった。あれ、今のは行ってみよう。ここはロリペッツのマシュマロメドウの世界だ。あ、さっきのロリペッツ、この子はエセリ、お花が自慢のゾウさんだよ。募集中。みんなのアイディア LINE で待ってるよ。下のコメント欄の青い文字を押すと LINE でお友達になれるよ。ハローロリペッツは3月30日発売予定。どの子に会えるかはお楽しみ。こっちだよ、小さな大冒険。ハローロリペッツ。今日のお絵かき、
してくれてありがとう。今日遊んだおもちゃはリカちゃんエレベーターのある大きな幼稚園、エレベーターやブランコ、滑り台もあるよ。リカちゃんたちを使って幼稚園ごっこをしてみよう。幼稚園ニコニコバスや広々ゆったりさんと組み合わせるともっと楽しいよ。みんなも遊んでみてね。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。これどんな遊びしたっけ。